参ります。昔あるところに働く女性たちを見守る女神五木島姫の御事と使いのまんまる姫だるまがおりました。ぎょうさん売れたらええな。ひたむきな彼女らを見守ら、澄んだ空に赤き朝日が昇り、新たな物語が幕を開ける。だるまさんが京こまちの皆さんでした。